真我にね素直になって、真我に依存すれば一番いいわけ、ね、真我に素直になって真我に依存する、同じだと。それはね、私たちのこの五感六感を越した世界の実相の姿、それに依存するってことは、この現象面に何も依存しないで自立をするってこと、自立が最、ね、自分に依存するってこと、本当の自分に依存するってこと、それを自立って言いますから。だから誰かが助けてくれるんじゃないかとか、お酒が何とか惑わしてくれるんじゃないか、タバコを持ってパカパカ吸って煙にまくっちゃうじゃないですか。人間は常に何かそういうもやもやにしたいもの、それほど心っていうのは苦しいわけ。だからお酒で体が多少おかしくなっても、ね、この苦しみ、心の苦しみには勝てないわけです。だからみんなこの心のもやもやをどうして話そうかっていうのは、この人類の宿命でもあるわけです。まあそういうことです。